萌え子チャノ。その角度は自分向き D のんちです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ねえはい、そして私ポールもポールだ、指パッチンもこれです。今それが浮かびました。はい、自分の方そうなんです。なんか乗り切んない人のチャンネルとかじゃないマヨネーズです。おーし、はい、見たかったな。はい、もえこチャンネル、もえこのターンがですね、白でも黒でもないパンダです。違う世界、白でも黒でもない世界でパンダは笑わない。後編21分フルです。21分ネタバレ超ありますのでご注意ください。ネタバレと完全あらすじになります。はい、で最初もなんかその直樹が先前編で前半で言いましたけども、はい、前編前半いいのかな、はい、前半で言いましたけども、はい、精神科医になっているわけなんですが、うん、そこに患者さんがいろいろ訪ねてくるシーンから始まります。うん、その患者さんになんと、サングラスをかけてないすっぴん状態の、わかった、すがし顔そんなサングラスのイメージ強いですか。浜松、浜いや、曲で考えていただいた方が多分早いと思う。曲で考えていただきました。なんでお願いします。どんなだったかな、忘れた、こんなだったかな、ふぅふぅレーザーラモン HG さんが完全すっぴんのね、すみ、すみたにさんでしたっけ、すみやさん、なんかねという感じで出てきました。たまにね、名前出すんですよね。はい。でもなんかすごい真剣な演技されてて、でなんか直樹くんとそれで話すんですよ、いろいろ。でなんかちょっと恋バナみたいな話になって、でやっぱりピンポイントにあのパンダの子、パンダのことを思い出せないようで、直樹がなんか大事な人の話をするんですよ。その人とどうのこうのっていう話をレーザーさん、ラモさんに。でだけど大事な人って誰ですかみたいにレーザーラモンさんが聞くと、いたはずなんだけどなってなっちゃう、またね首触るみたいな、思い出せないんですよ。でただその診察の後にネタバレありですけど、何度も言いますけどレーザーラモンさん出てって、そこまですっごい真面目な演技してたのに、先ほどのフォーという声がちょっと廊下から聞こえるみたいな小さな演出がありました。はい、まあ、ちなみにね、日テレということでね、エンタの神様よく出てたんで、そういうこと、はい、曲でということで、はい、であとですね、前編にも出た聖画くんがお父さんと一緒に診察に来るんですよ。あの家族のことで悩んでて眠れないっていうのが、直樹はずっとね先生として気になってたわけじゃないですか、医者として、でも一緒に来たんだけど、お父さんはなんか今日は仕事早く終わって晩飯でも行こうかと思ってるんですよなんて言って、診察には立ち会わないで外で待ってるねと言って退出します。で先生のお父さんってどうして亡くなったのって聞いた時に、前半だったんですけど、正しいことを最後までして亡くなったと田中圭さんのことを説明してたんですが、それを知りたかったらしく、聖画くんが正しいことして亡くなったっていうのはどうして、どういう意味って聞くんですけど、でまあ一度は冤罪になりつつも殺されてしまったことを直樹はそこで話します。そのことお父さんを一度も疑ったことはないのって聞くんです。そうすると、直樹はない、一度もっていう返事をします。一度もないっていうんですね。ですがもし父さんが帰らなくても世間から非難されたとしても信じててほしいって言われたらしいんですよ。だから眠れなくなっちゃった。直樹はそこでは大丈夫だよ、大丈夫って一言しか言えなかった。世間がね、直樹の周りが口々にミスパンダがいれば、って言うわけじゃないですか。ついに直樹も気になっちゃいましたよ。サイト見ちゃったんですね。どんなことが書かれてるんだろうと。カエルちゃんから電話かかってきて、助けてくれって電話が来るんですね。こう試合なんだけど今日。どうしたらいいの、緊張してどうしようもないっていうんですね。そこで直樹が言ったセリフが、勝ったことを想像してごらんって言っていろいろ言わせるんですよ。テレビ局が来て取材を受ける、女優になっちゃ
ちがもしかしたらドラマにも出ちゃうかも、 CM 来るかもみたいな、うん、すごく毎日が楽しいみたいなことを言うんですね、うん、そしたらきっと勝てるよみたいな、うん、これなんか面白いなって言って、うん、そうなる、きっとそうなるよ、きっとそうなるよって、なんかそれを聞いててずっと相づちを打ってる、うん、なんかその言葉いいですね、きっとそうなるよってね、うん、で今度あの囲碁の対戦のシーンになりまして、うん、まあ、で長期戦で結構連が止まっちゃうみたいな感じで、でまた結局は最後あっさりと楓が負けてしまうというね、でこうわあやだやだ手だだをこねたりするみたいな、ちょっとコミカルなシーンがあります。それを5番でみんなで見てるみたいな、そこにはあの椿鬼奴さんとかも出てきましたし、はい、見守る人、ああそうだね、そうですね、で蓮の一人のシーンでなんかこう勝った後にこの手紙持ってたんだよなって言って見返した手紙に、応援してるよきっとリコも母っていう手紙をもらってるんですね。なんかすごいですねこれね。怖い。そう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 、だからちょっと本編よりも綺麗事っぽくなってるっていうか、なんか、うん、なんかすごい気になるシーンでしたけどね。でまた違う日になりまして、うん、セイガ君が訪ねてきます、うん、なんとお父さん亡くなってしまったと、うん、会社のお金を横領した疑いでお父さん自殺しちゃったっていう、話をするんですよ、で泣き崩れて助けてくださいって言って、その時にやっぱミスパンダがいればってセイガ君も言うんですよ、うん、でも何にもできないと、うん、そこで先生も荒れまくる、うん、いろいろ荒れまくるっていうのね、もうどうして俺はみたいな、直樹が急になっちゃうんですよね、でサイトも見て狼狽した感じになってしまって、あの田中圭さんとの小さい頃の思い出のシーンが入りまして、なんかパトカーも白と黒だからって本編ってありましたよね、うん、セリフでね、うんうんうん、なんでパンダなのみたいなね、うんうんうん、そんなシーンが回想で出てきたりして、うんうん、直樹優しさは強さなんだと、直樹も誰かに助けてって呼ばれたら必ず助けに行くんだよってね、結構アップ目のシーンありましたよね、いい言葉だ、うん、それはね今の時代とても大事なこと、うん、でですね、はい、対局が終わった後の今度蓮の絵のインタビューシーンみたいになるんですけども、あどうでしたって聞かれて、うん、一番最初に終わった後にジタバタされたことが印象的でしたっていう、うん、試合と関係ないことを言うっていう、二人の自分が同居してるようなネガティブな自分とポジティブな自分がこうしろこうしろって言ってるんですよっていうことを急に言うんですね、うん、まあねそれが出てこないとね、うん、そのセリフはないと、そう、うんうん、でスランプから抜け出せれた、どうやって抜け出せたんですかって聞いた時も、あの日本一の棋士になれたら好きになってもらいたい人がいるっていうことを言ったんですよ、でだけどレポーターがまた聞くじゃないですか、うん、その人は誰なんでしょう、うん、そうすると分かんない、思い出せないですって同じことを言うんですよと言ってる気がするんだけど思い出せないんですみたいな、うん、いいことだよね、でも思い出せない方がいいよ、うん、幸せその方が、そう、うん、で川田蓮四段、うん、ね、うん、あなたの目標は何ですかこの先優勝して、はい、って言った時に、うんうん、そこで幸せになることって言うんですよね、幸せになりたい、でそれは、うん、なんでそんなこと普通だったら名人とか言うじゃないですかっていうと、うん、自分自身と約束したっていうのですが、うん、清野さんが2人出てくる回想みたいなのが出てきましたね、はい、さあ、はい、この21分の最後のオチはどうやって終わったと思いますか、2人が、うん、ぶつかって転んだ感じでキスしちゃう、うん、おなんか あのハートウォーミングな感じですね、はいはい、でまた違う人間として恋愛するのを予想させるような、はいはい、いいですかこういうことを言って、はい、お願いします、はい、たいなん と, なんと先ほど清賀君にお父さんが死んじゃった、助けてくださいと懇願されて、直樹が狼狽してもってなってたって話しますよね、そしたら急にその横浜女性さんのシーンになって、分かったよみたいな、助けに行くよみたいになったんですけど、独り言で、うん、なんとミスターパンダになっているという、これどうでしょう、これも
ず続編があるということですよね。となるとどうミスターパンダになってましたよ。シルバープラチナブロンドみたいなのでシルバーってなんかね耳ついて可愛い。そんなのして何しても似合っちゃう。またこのイケメンがこんなはずではどうなのこのエンディングなんかもうね最後だけ拍子抜けるし急にそういったことで続編があるのか、はい、ミスターパンダとして今度は直樹が活躍していくのか、はい、全くわからないフール版の後半でした。なんかいろんなとこに伏線を張ったまま終わってしまいました。あるのかね、かな、ちょっと謎ですけどね、はい、どこでもしあれば期待したいなと、はい、少しだけ思ってます。いやいや、来るのはね、ぜひね、見ますけど2人の格闘シーンを増やしてください。お願いします。はい、ということで本日はゲストはリンのんちでした。白でも黒でもない世界でパンダは笑わない後半ご紹介いたしました。また明日です。